はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は東京都台東区の、かっぱ橋にやってまいりました。パチパチパチということでね、かっぱ橋と言いますとね、キッチン運転手ですね、台所用品でね有名なところですね。早速ね、缶のお店が出てきましたね。容器屋さんですね。醤油入れとかね、これ胡椒入れのやつですね。お茶の缶とかね、売ってますね。まあ基本的にここにあるねお店はね、卸屋さんなんですけどね、交流もしてるお店もありますんでね、まあ一般の旅行者の人もね買うことができますね。お盆売ってますね。味噌汁のカップですね。漆器店、店舗相談所。飲食業ね始めるときはねここに来てね、全部揃えていくわけですよね。これ業務用のね冷蔵庫ですよね。包丁ですね。キッチンナイフですね。日本の包丁ってのはすごくね人気ありますよね。骨董品屋さん、瓶ですね。漆器専門店、かっぱ橋はですね、浅草寺からね、近いので、まあ、歩いて来れますね。歩いてそうですね15分から20分ぐらいですかね。ちょうど浅草と上野の間にありますね。で、まあ、こういった感じでね、飲食業をやるにはね、全てのものが揃いますから、飲食を始める人はねここ来て食器買ったり包丁買ったりね、テーブル買ったりねできるわけですね。これ中華料理のねお店ですね。これラーメンのねこれですね、カップですね、ボウルですね。店舗用のエアコンも売ってますね。あそこにでっかいカブトムシがいますね。発券機ですね。よく券売機ですね。よくラーメン屋とかに置いてありますよね。ナイフ売ってますね。これ看板ですね。縦看板ですね。提灯も売ってますね。まあ日本ならではって感じですね。かっぱ橋のね、これ交差点ですね。ここをね、まっすぐ行けばね、浅草の浅草寺に行けますね。だから浅草寺からね、歩いてきた場合は、だいたいね、ここの、交差点に出てきますね。ちょうどかっぱ橋の、ね、中心です ね、 ね、ここにねかっぱの、ね、像があるんです ね、 ここね、まあ、文字通りねかっぱ川太郎の、ね、像ですね。
昔この辺ね、沼があってね、カッパがいたらしいんですよね。カッパの川太郎。浅草駅までね、340m、浅草寺までね、1キロもないですね。伝票も売ってます。やっぱりね、飲食業やるとね、伝票はね、やっぱ欠かせないですよ。これ卵焼き作るやつですね。卵焼きのね、作る機械です。大阪の人はね、たこ焼き器ね、基本的に持ってますよね。あの、一家にあり、家庭にありますよね。そうですね、たくさんの調味料がね、売ってますね。ある意味、ね、食材もね、買うことができるわけですね。売ってますね。このマークがね、続いてます、ね、これは包丁屋さんですね。まな板も売ってますね。これはね、人気のフードサンプル屋さんですね。これ外国人人気ありますよね、まあ、日本人にもね、人気ありますけどね。すごく本物っぽいですよね。ビールもね、売ってますね。
ライパンも売ってますね。鍋ですね。ご飯炊くやつですね。お味噌汁のね、カップですね。本当にたくさんありますよね。まあ、集積してるってことですよね、専門店がね。懐かしのね、これお子様セットのね、お子様ランチのケースですよね、これね。これ新見っていうね、あの有名なお店ですけどね、ここにでっかい顔があるんですね、これね。北のね、北佐のね、顔がありますね。はい、で、浅草通りに出てきました、こっちまっすぐ行くとね、浅草ですね。で、こっちまっすぐ行くと上野になります。まあ、このね、コックの顔をね、目印に比べればね、簡単に来れますね。はい、ということでですね、今回は、東京都台東区のね、かっぱ橋道具街をね、歩きました。まあ、浅草のね、近くですからね、歩いて来れますんで、ぜひ浅草ね、来たらね、歩かれるとよろしいかと思います。